こじるりは愛席食堂に出演し、胸を見た千鳥の大悟に D から E の間と画数を当てられている。こじるりはレストランでドリンクを尋ねられた時にケチなので水で済ませることが多い。こじるりはウォータースライダーで片乳首をポロリしたことがある。こじるりはムキムキの男性がタイプではなく、インスタグラムで筋トレって世界で一番意味がわからないと発言し炎上した。こじるりはリアクションがあまりにも大げさなので、多分嘘をついている時は目を見開く小島瑠璃子というテーマで金太郎にモノマネをされている。こじるりが以前交際していた相手はキングダムの作者である原康久。